大峰城は長野県長野市にあった日本の城。武田市の旭山城に対する向かい城として、上杉市が築いた城であり落合市の家臣、大峰市の城と言われているが、城の遠隔などについては不明な点が多い。堀切りなどが残っている。川中島の戦いでは、武田市、上杉市双方にとって重要な拠点であったため争奪戦が行われていた。 川中島の戦い集結後は武田市の城となった。1962年に長野市が観光促進のために4階建ての鉄筋コンクリート製の模擬天守を建設。天皇台として使用された後、1981年4月に長野市への大峰城町と自然の博物館となった。同博物館には国内外から約3000種もの町の標本が集められ、 1>, 1階と2階の部分に博物館、3階に城の歴史紹介コーナー、4階に展望台が設置された。1985年に地月山の地滑り災害により、都各市バードラインの一部が廃道となり、アクセスが悪くなったため来場者数が激減。それまでは年間数万人だったが災害により数千人規模に、 落ち込んだことと建物の老朽化に伴い2001年に博物館閉鎖を決定。標本の受け入れ先が見つからないまま2007年12月に博物館は閉鎖となった。2019年現在、模擬天主は使われないままとなっているが建物の解体費用が億単位に上るため解体できずにいる。また博物館は国有林にあるため 長野市は休館後も国への借地料を毎年100万円以上支払っている。受け入れ先が見つからなかった標本は休館後の2012年1月より長野市青少年連成センターで保管されている。展望台を兼ねた模擬店主が閉鎖されており、山頂には草木が生い茂っているので、善光寺や長野市街方面の景観はほとんどない。 大峰城から 1.3km ほどの登山道を下山した麓には上杉謙信が川中島の戦いで物見をしたと言われる謙信物見岩があり、そこまで行けば景観が望める。ありがとうございます。